ハーシモンハゲの中国ラブシダ検証3代目ゼクシオ2004年モデルツアーブラック V25S シャフト装着の4番ウッドを検証します今回の中国ラブシダ検証は3代目ゼクシオ。 4番ウッド16度を検証していきます、えー。小ぶりでね、全然いい感じですよ。シャフトがね、ちょっとハードスペックのツアーブラック V25、62g ドルク3.9。42.5インチ S シャフトですね。ロフトが16度。こちらを検証していきます。42.5インチ。うん。もうちょっと短くてもいいんですよね。で、シャフトがね、ツアーブラックなんで、えー、ちょっとハードスペックですね。 この頃のゼクシオって、えー、普通のあの MP シリーズとツアーブラックと、えー、2種類あったんですねドライバーはまだ高反発だった頃のやつですはいでは一発目これねあの言い訳なんですけどこの日の検証でもうあの検証動画アップしてるんですけど左に行かないロイヤルコレクションってねサムネでアップしてるんですけどそれを打った後だったんで その左に行かないクラブを一生懸命捕まえようとしてた後だったんでもうギャンギャン左に曲がっていきましたねこのゼクシオはなのでこのゼクシオは捕まりやすいっていうことですでその捕まりやすいやつをさらにちょっと捕まえるあの癖がちょっとついてるというかその前にやってたんでえかなりえもうチーピンですよねチーピン出ちゃってるんですけどこれは 右にに行きにくいクラブっていうことですねライ角もねなんかねちょっとねトゥーガーが浮いてる感じしてねこれはもう右にはいかないわなと思ってやってたんですけど、まあ、だんだんちょっとクラブに合わせていってそれでもまだ巻き巻きだからここがねあの重要なところでちゃんと統一しなきゃダメなんですよこれドライバーから全部。 そうしないと中に一本違うの混ざっちゃってると、ちょっとおいおいおいっていうことになりかねないんで、あとはね、あの一本一本左に行かないクラブ入れといて、まあそれはもうそういうもんだって思ってちゃんと使うかね。その辺の、これだん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 合ってきましたね。まあ16度なんであのぐらいの高さは出てほしいかな。あんまり上がらなくてもいいんですけど、まああのぐらいは上がるかなというところですね。 まあシャフトもまあいつも使ってるのよりは重くてトルク少ないんですけど別に振らないでいつもの小手先ちょんで全然 OK って感じですねだこれこうやって見ると全然普通のなんでトップだってしっかり上がってるし全然ちょんじゃねえじゃねえかよって思うかもしれないんですけど自分ではあそこまでトップまであそこまで上まで上げてる意識は一切ないんですよもう体回して腰の横ぐらいの感覚なんですよそれでもチちょんってやってる感じなんです まあ結果的にあそこまで上がってるっていうだけであってね私打つ前にこうワックルする,するんですけどこ,うこのぐらいの振り幅をやるんですけど自分のイメージではもうこんなもんで振ってる感覚なんですよバックスイングも右にちょっと重心移動をスッとして体回って手が来てって感じでうんで まあ距離的にも、まあ、4の設定がないんでこの計測器でで3で計測してるんですけどまあそのそんなもんです距離はでねこれ正面からも撮ってたんですけど止まっちゃったんですよカメラがなんか勝手になのでもう今回はここからはもうこの後ろの画像だけでどっちみち前のやつはね最近ちっちゃい ででで入れてるんんいい球なんですよだからこれもね使えるなって感じでしたよ。このヘッドスピードでこの飛距離出てたら最高ですドラミート率こんなになっちゃうよねこれフェアウェイウッドも反発なのかなこれちょっとごめんなさい調べてなかったんですけどまあでもね別になんか距離出るわけじゃないんで全然使えますよね。非常にいいですよこれ。 三代目ゼクショです2004年発売16年前ほら全然いいでしょこれこのゼクショおすすめですよこれまあ探すとなかなかないかもしんないですけどまあもうあったらまあ2,000円ぐらいじゃないかな高いお店だと4,000円ぐらいしちゃうかもしんないけど大体私が行くお店だったらこの辺はもう1980円ですね でちょっとねあの都心部行っちゃうと3980円ぐらいしてるかもしれないですまあシャフトもこのツアーブラックも振りやすいですまあこのこの辺のもうちょっと軽い方の MP シリーズのシャフトも全然振りやすくていいんですけどねゼクシオゼクシオも今何代目ですかもうブンどころじゃないんだよね まあ、やたらと出てますけど私が一番衝撃だったのは初代ゼクシ勝ですね初代ゼクシ勝はね新品で買ったんですよもう、えー、リボ払いかなんかであれは飛んだわびっくりしちゃったもんまあ何言ってもあんままないですね数字はあとは自分の、えー、こう打ちたい こういうい球打ちたいって時にそれが打てるかどうかっていうだけでだから全然まあ最新は買えないっていうのもあるんですけど最新は本当に興味ないですねフェードを打とうと思ったんですけどやっぱねあの右には行きにくいクラブなんでフェードはちょっと打ちにくいですねその辺はやっぱりえクラブで分かれますねでちょっとね あの対照的なのをちょうど続けてアップしてきたかなってとこですねロイヤルコレクション左に行かないクラブをアップしてこれは右に行かないフェアウェイウッドっていうことでねまあこういうことですなので皆さんもあの右左に左に行かないクラブ要は右に行きやすいクラブで一生懸命頑張って捕まえようとするよりもこういうね 捕、えー、捕まえるクラブを捕った方がいいですよとでもちろんそれはその人のスイングのタイプでも変わるのでやっぱりね打ってみて、えー、選んだ方がいいです。ということでこういう安い中古で買うとそういういろいろねご自分で検証ができるのでおすすめでございます。まあ5,000円出せば2本ぐらい買えちゃいますからねちょっとタイプの違うの買ったりすると面白いと思います。そういう、えー、クラブ選びを推奨しております。 で、合わない方は、もうリサイクルショップ持っていっちゃえばいいんです。ゴルフショップあの、ゴルフ中古ショップじゃ買ってくれないのが、と思うのでね。はい。その辺もコメントでご相談いただければ、えー、ごあの質問にお答えいたしますので、お気軽にコメント欄にご質問ください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。パーシモンハゲでした。 「どこにいたって果てしない空を風は歌ってゆくさ」今だけ